山本正人、山崎武史の山々話。最初のトークテーマなんですけど、高橋宏斗というふうに書いております。はい。はい、まあ本当に、最近ね、もうちょっともう無双というか、この前の最後の巨人戦やばかったもんね。すごかったですね。うん、本当にすごかったんで、まあ一瞬ねちょっと低迷するかなっていう時があったんですけどもね。まあね、ちょっと遠回りしたっていうか。やっぱり一番気になったのは山本由伸の真似をして、なんかやり投げ投法みたいな、あれはどうだったんですか。あれは僕的にはね、ブルペンでその、今年も去年も2年連続あれやってるんですよ、はい、僕の感想ですよ、はい、これはもういい悪い別にして意外とタイミング合ってるなっていうのがあったんです。あ、そうですか。だからもう全然ダメっていうことじゃなくて、だからその高橋宏斗投手自体もおそらく自主トレ期間中はすごい手応えがあったはずなんですよね、うん、ちょうどね高橋投手っていうと、去年の、ね、夏の終わりぐらいからちょっとバランスがすごく崩れ始めて抜ける引っかかるっていう症状が出てたんですよ、うん、そうですね。ボール投げると抜ける、少し右バッターの方に少しだけ抜ける、でそれが嫌で今度外引っかかるっていう症状が出てて、それでキャンプからずっと投げていって、うん、まあ途中でね普通のフォームに戻して投げていって、でオープン戦の最後はもう 3回で4、8、10球投げてしまって、うん、まだやっぱりインコースは抜けるしアウトコースは怖がって引っかかるしっていうことで、もうすごい球数使ってね。じゃあまあ春先の2軍っていうスタートはあれだったんですかね。まあまああの時が一番悪かったですもんね。あれから1ヶ月遅れたんですかね、結局ね。だけどあれが良かったよね意外とね、あれがなかったら今の高橋宏斗じゃないかもしれないんでね、うん、1軍に間に合わすためにいろんなことやって、ただ1回2軍に落ちたんで、頭整理するじゃない。だからこれは僕はもう首脳陣の大英断だったなっていうね。これでもう2軍に落ちて最初の試合で素晴らしいピッチングして、そこから2試合ぐらいももう本当もう2軍でも敵なしみたいなピッチングして上がってきて、始まったわけなんですけども、まあでも見てると球種がまっすぐとスプリットコンもほぼこの2球種で抑えてくるから、よっぽどこれはまっすぐのやっぱりねキレがいいんかななんていうふうに、まあ、僕らバッターサイドから感じて見てるんだけども、他はあんまスライダーとか投げないですもんね。まあ余裕、まあ、ほんとカウント取りぐらい余裕がある時ね、うん、だからおそらくもう勝負になったらもうまっすぐスプリッ ト、ね、この2つなんですけど、まあでも途中フォーカーブ投げたり、球種はね3、4個あるんですけども、まあでも日本でもどうですか、先発ピッチャーで150平均大きく超えてくるピッチャーってそんなにないんで、8回ぐらいまでいっても150超えてるからストレートは、ね、やっぱりそのコントロールのばらつきも少ない球がもうある程度低いところに集まってくるっていうところで、まあ、バッターはね低めのスプリットも全部振ってしまうんだけども、まあ、あれは仕方ないですよね。あんだけのストレート見せられてポーンと落とされたらもうこれバッター振らざるを得ないんで、今現状7勝1敗でしたっけ。7勝1敗で、ね、もう防御率がもうダントツで上にいて、もうすぐ規定投球ということで、まあ、このままね体も強いし、規定いけばね防御率のベスト3には絶対入ってくるピッチャーなんで、ね、まあ、とりあえず勝ってほしい、貯金もっと作ってほしいですね。こればっかりはもうヒロとこけたらもうみなこけたになっちゃいますから、なりかねないからね、今の状況では、だからもう本当に彼が後半どんだけ貯金作ってくれるかでドラゴンズが決まっちゃうような気がしますよね、結局ねドラゴンズがちょっと負けが込んで、まあ、この、ね、後半も徐々に、ま、借金が増えていった中で、これ高橋宏斗がね必ず止めてくれるっていうチームに安心感があるでしょ、だからこれがやっぱりエースですよね。悪い時止めてくれるっていう、本当に止めるから、はい、だからこれ本当にヒロとこけたなっていう言葉ありますけど、もうだって最後のオールスター前のジャイアンツ戦あれで3連敗してたらちょっとチームもうズドンっていってると思うんだけど、もうやばかったんだね、まあ、なんとか食いとどまったですよね、ヒロとの踏ん張りの痛いゾロですからね。何が良くなったかってね、フォーム的に大幅にこう何か変わったように見えるわけじゃないんだけど、おそらくもうこのリリースの感触とかその辺のことで、うまく調整できたのかなってね、フォームが大きく変わったわけではないので、全然変わってないですよね、だからここのちょっとこう抜けて引っかかるっていう、やつが少しここの感覚がすごく良くなった、あれがファーム落ちにした時に一回自分をこう
見直せたっていうね、ことだと思いますけどね。あとねやっぱ将来、まあ、WBC でも最年少でね、出場してね、金メダルの貢献しましたけども、あれ時よりさらにいいので、おそらくですけど、まあまあ今メジャーもね色めき立ってるでしょうし僕が実はメジャーの知り合いがいるんです、フロントに、責任者で、あの WBC の時から、これはもうこんなね名前出して申し訳ない、ないけども、他のピッチャーよりもヒロトが欲しいっていう、その重役がいるわけなんで、あの時より全然いいですから、まあ、これはね、まあ、これ評価がどんどんうなぎ登りってことになってるんですね。なんだけど、まあ、僕から言わすと、ドラゴンズ優勝させてから行けとこれも約束事としてね、優勝するまでは当分なさそうっすよ。そういうなって雰囲気的にそういうなっていうの、そうじゃないのということは、もう 1,2 年でドラゴンズ優勝しないとね、ヒロト あの去就も変わってくるので、いや、まあ、変わってくるけど、まあ、優勝してから行ってくれとういうことは、もうこれはもうせずにね、それはもうだって、え、今ヒロトは22歳、今年22歳、今年大学4年生だから、あ、4年生、あんなの大学にいたらやばいけどね。22歳か、まあ、何にしてもあの日本のトップになれるっていうか、まあ、ほぼなりつつある。そうだね、だからこの前の巨人戦のピッチングに関しては、僕ねちょっとね、ちょっと言ったんですけど、こうラジオでね、どうだろう、前世紀のマー君とか、ダルビッシュに近いピッチング、まあ、ずっとあれだったらもう本当もうダルビッシュマー君ぐらいなんだけど、あの日のピッチングは本当ね、田中将大投手、ダルビッシュ有投手に匹敵するぐらいのピッチングしましたんでね、だからこれが平均点がこれになってくるとね、相当世界でもトップ。あとはでも僕も一つだけやっぱ厳しい評価をするなら、もし海を渡ってね、高橋宏斗があっちで活躍するためには、まっすぐと今スプリットじゃないですか、この2球種じゃなかなか抑えられないと思うんですよ。まあまあまあね、やっぱりあの一つ二つもうね、あの球種を増やしていけば、これ本当ね、かなりのピッチャーになると思うので、まあ、あとはもう一つアドバイスは、もうあまり人の真似をしない。あ、そうやっぱりね、うん、アドバイスをもらって、全部が全部今のところこう由伸の真似をしようっていう感じになっちゃってるから、そうじゃないようにねやってほしいなっていう、だから真似することはね必要ないと思うので、この辺はうまくやってほしいなと思いますね。まあ、まだ由伸もね、高橋、山本由伸投手もやっぱオリックス3連覇させてから行って、やっぱねオリックスファンも応援してくれるし、高橋宏斗がねドラゴンズ優勝させてからね行くならもう本当に、でも本当行くのかな。いや、それ行くでしょ。いや、わかんないじゃん、まだ。いや、まあ、それはね、わかんない。いや、一応わかんないじゃん。でも、あといいですか、ドラゴンズ優勝させて、ちょっとやっぱりドラゴンズにお土産を置いて、あ、まあ、やっぱでもこれも大事なことだと思うんですよ。まあまあ、ポスティングっていうのはね、ポスティングでね、お金が動きますんでね、もうドラゴンズにありがとうございましたって言って、はい、昔のね、あの制限なければ松坂君ぐらいの、いやいや全然いきますよ、ね、あれが取れたかもしれないけど、まあまあでも本当にね、非常に楽しみな、楽しみですね、あとはもう怪我しないで、はい、頑張っていただければいいと思います。山々話、次回は一体どんなマル秘エピソードが飛び出すのか、乞うご期待。